ナシュアはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ヒルズボロ軍の都市であり、軍庁所在地である。2010年国勢調査では人口86,494人となっており、州内かつニューイングランド北部3州ではニューハンプシャー州マンチェスターに次いで第2位となっている。ナシュア市は繊維産業で発展したが、それも今はなくなり、近代はボストン都市圏の一部として、 ニューハンプシャー州南部の経済発展に飲み込まれてきた。1987年と1997年、雑誌、マネーが毎年行っている調査、アメリカで最も住みやすいところに2度選ばれた。これまで2回も1位になった都市は他にない。2007年、調査会社、モーガン・クイット・ノーが、ナシュアシュを全国で27番目に安全な都市に選んだ。市役所、 2006年撮影ナシュア市となった場所は、イングランドのダンスタブル出身のエドワード・ティングに与えられたマサチューセッツ湾植民地に置かれた、ダンスタブルと呼ばれる200平方マイルの土地の一部だった。ナシュアは1673年の土地特許ではほぼ中心に位置した。1741年にニューハンプシャー植民地がマサチューセッツ湾植民地と分離したとき、 植民地間の境界線が引き直された。その結果、ダンスタブルの町は二つに分かれた。ティングスボロとダンスタブルの町のいくらかは、マサチューセッツ湾植民地内に残り、北側のニューハンプシャー側となったダンスタブルの町は1746年に編入された。ダンスタブルは、ナシュア川とメリマック川の合流点に位置し、当初は、 ケガワ公益の町として1655年頃に設立されていた。しかし、ニューイングランドの川に面した多くの地域社会と同様、19世紀の産業革命時には、機械が水力で動かされて、繊維産業が発展した。1836年までに、ナシュア製造会社が3つの綿織物工場を建設し、710の食器で、 年間930万ヤードの綿布を生産した。1836年12月31日、ニューハンプシャー議会の宣言により、ダンスタブルの町はナシュア川にちなんでナシュアと改名した。ナシュア川はナシュウエイ族インディアンによって名付けられており、そのペナコック語では小石の多い川底のある美しい流れを意味していた。ナシュアの町は、 ナッシュア川を挟んで裕福なもの,の大半が住む北側と、そうではない南側の間で税金に関する論争が1842年から11年間も続いた。この期間、北側の住人は町名をナッシュビルと呼び、南側はナッシュアの名前を守った。双方は結局和解し、1853年にナッシュア氏の認証に基づいて統合された。 6本の鉄道線が繊維工業の街を横切り、南北戦争の前には1日56本の列車が出入りした。ナシュア側の上流マンチェスターにあるライバルのエーモスキング製造会社と同様ナシュア製造会社は第一次世界大戦頃まで繁栄し、その後ゆるりと衰退を始めた。工場を動かす水力は新しい形態のエネルギーに置き換えられた。 メンプは輸送コストを下げるために綿花が生産される。現地の工場で生産されるはずだった。世界恐慌の間、繊維産業は南部への移動を始め、1949年にはナッシュアで最後の繊維工場が閉鎖された。多くの市民が失業した。しかし、新しく創設された防衛産業であるサンダースアソシエーツが閉鎖された繊維工場に移転してきて、 市の再生を始めた。1970年代にデジタルイクイップメント社が入ってきて、ナシュア市はボストンを中心とするハイテク回廊の一部になった。ナシュア川ダム2006年ナシュアは北緯42度45分04秒成形71度28分51秒、北緯42.751038度成形71.480817度。 42.751038-71.480817に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は31.8平方マイル、このうち陸地は30.9平方マイル、水面は0.9平方マイルで、水域率は2.98%である。東部はメリマック川が境界になっており、 メリマック川の支流であるナシュア川とサーモンブルックで市内の水が吐けている。ナシュア川はほぼ市内を2分している。ナシュア市の最高地点は市南部にあるロングヒルであり、標高418フィートである。市の東はメリマック川と接し、その対岸にはハドソンの町がある。その他の方向には数のような自治体がある。警察署1九百八年頃、 グリーリー公演、1920年頃以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。市政府は一人の市長と5人の市会議員によって構成されている。市会議員のうち6人は全市から4年に1回3人ずつ選出され、9人の市会議員は9つの選挙区から2年に1回選出される。ニューハンプシャー州議会では、 会員の第20から第26選挙区まで7つの選挙区にまたがり、上院は第12選挙区と第13選挙区に入っている。メインストリート1905年ナシュア中心街は地域の商業、娯楽及び食事の中心となっている。最近の計画でナシュア川岸を歩行者に優しい遊歩道として組み込むよう工夫された。このナシュアリバーウォークは 増税を通じて資金手当てされた大きな公共と民間の共同事業である。アマースト通りとダニエル・ウェブスター・ハイウェイに面する大きな商業地区は買い物天国であり、プレザントモールなどダニエル・ウェブスター・ハイウェイにあるものはニューハンプシャー州で消費税がかけられない強みを生かしてマサチューセッツ州からも買い物客を引きつけている。市内には会社名を市や川から取った ナシュアコーポレーションなど技術系の会社が多くある。ナシュアコーポレーションは1990年代初期からフロッピーディスクの有力製造者であり、パソコンの世界でナシュアの名前を広めた。防衛産業のベースシステムズとコンピュータ会社のヒューレット・パッカード社はこの地域でも著名な巨大ハイテク企業である。ボストン航空管制センターがナシュア市内にある。ナシュアの空港である、 ボワール基地の入り口へバレットターンパイクが市内を抜ける主要高規格道路である。アメリカ国道3号線はマサチューセッツ宗教から北に7ワット出口までこのターンパイクをたどり、そこから北東に2車線のヘンリー・エー・バークハイウェイがコンコード通りに至り、北に曲がってメリマックの町に入る。ナシュア市民空港は一般用途空港であり、市の北西宮にある。公共交通としては、 ナシュアトランジットシステムがバス便を運行している。マサチューセッツ湾交通局の通勤鉄道、ローウェル線をマサチューセッツ州ローウェルからナシュアまでへ延伸する計画がある。ナシュア地域の地図にはしばしばナシュアから隣町のハドソンに伸びる終焉港企画道路の計画線が示されている。この道路の南端小部分のみが完成しており、全体の完成予定は不明である。 これが完成すれば、ナシュア・ハドソン周辺道路は、エバレットターンパイクの一部となり、ナシュア北部に想定される9番出口で本線と再結合されるはずである。コンコード鉄道の傘下にある、ボストン・イークスプレスが、ナシュアとボストンをつなぐ、バス便を運行しており、6番出口に近いナシュア、ウェルカムセンターから出て、エバレットターンパイクに入る。このバス路線では、 ボストンのサウス駅とローガン国際空港まで行くことができる。市内では日刊誌、ナシュアテレグラフが発行されているが、印刷は隣のハドソンで行われている。他にもザブロードキャスターとザヒッポという2つの週刊誌がある。ラジオ局としては AM の2曲と FM の1曲があり、他にも FM の2つの周波数でニューハンプシャー公共ラジオを流している。 ナシュアで免許を受けたテレビ局は TEB13 ナシュアという低出力の地域社会局がありリビエカレッジにスタジオがある2000年の国勢調査では3歳以上の児童2万2700人がナシュアの教育施設を使っており人口のほぼ4分の1に相当するペニチャック中学校ダニエル・ウェブスターカレッジの入り口2005年にナシュアの公立高校は ナシュア南高校とブロード通りに近いナシュア、北高校に分割された私立の宗教系学校としては、教学のカトリック系であるビショップ・ゲルタン高校と、教学の幼稚園生から12年生までのキリスト教系学校であるナシュア、クリスチャンアカデミーの2校がある。女子高校であるマウント・セント・メアリー・セミナリーは、1992年秋に、 元男子校のビショップ・ゲルタン高校と合併し、単一の拡張とも学校を形成した。ナシュア高校が1976年に開校されるまで、現在のエルムドリ中等学校が市の高校だった。2005年、市全体の教育再編成によって、現在の形になり、小学校は5年生まで、中学校は6年生から8年生までとなった。市内の中学校は7校。 小学校は17校ある。ナシュアは、ニューハンプシャー州、ダーラムなどと比べて大学長とは考えられていないが、2006年時点で6つの大学に5000人の学生がいる。大学は、ヘッサーカレッジ、南ニューハンプシャー大学、ナシュア校、フランクリン・ピアンスカレッジ、ナシュア校、ダニエル・ウェブスターカレッジ、ナシュア・コミュニティカレッジ、およびリビエカレッジの6校である。 ナッシュア唯一のプロスポーツチームは、カナダアメリカプロ野球協会マイナーリーグに所属するアメリカンディフェンダーズ・オブ・ニューハンプシャーであり、1998年から2008年まではナッシュア・プライドとしてホールマン・スタジアムを本拠地にした。しかし、2009年時点でディフェンダーズの将来は不透明である。プライドより前では、独立系のナッシュア・ホークス、AA のナッシュア・パイレーツ、 AA のナシュア・エンゼルス、および A のナシュア・ドジャースが、ホールマン・スタジアムを本拠地に使っており、ドジャースは20世紀で、初の人種差別を撤廃したプロ野球チームだった。大学スポーツでは、ダニエル・ウェブスター・カレッジのイーグルスとリビエ・カレッジの、レーダーズが、グレート・ノース・イースト・アスレティック・カンファランスで競っている。ナシュアに本拠を置く、スパルタンズ軍学隊は1997年、 1998年、2004年、および2007年に国際古敵対ディビジョン2で世界チャンピオンになった。テレビ番組ザオフィスのいくつかの話は想定上のダンダーミフリン社ナシュア視点を舞台にしている。2004年のテレビ映画 MTV のメイドはナシュア北高校で撮影された。ロシアンドレッシングはジェームズ・イー・コルバーンがナシュアで考案した。ありがとうございます。